こはブレトゥクウっていう、ジャワ、東ジャワのクロボカンっていう地域です。でここ本当はねカリムンジャワっていう場所に行くのが目的なんだけど、ちょっとここに立ち寄りました。ジョクジャからだいたいバイクで4時間ぐらいで来ましたね。これね珍しくってガラム、塩の加工、それでそこから水が溢れ出ていて、でここで塩を作ってるんだけど、こっち側が新しい塩で、向こうに行くほど古い塩になっています。ちょっとね、舐めてみる。こういうの、塩。しょっぱい。だからこのね、下に水があるんだけど、これがその塩の加工、ちょうどね、から流れてきていて、ここで竹のこれを使って蒸発させて塩を作っている。これは珍しい。でこのね泥も塩が混ざっているので、こうマスカル、顔の洗顔とか体に塗ったりとかで、そういうものでも売ってる。じゃこの後ちょっと加工の方に行ってみる。ここら辺はまだ新しい水らしくて、まだ全然ちょっとだけ塩の結晶ができてる感じ。でもねこっちの方になるともうすごい塩の結晶がすごい綺麗。自然のものだから体に良さそう。すごい、もうこの辺はね真っ白、もう結晶の塊になっている。これ水がなくなるまで蒸発させるのかな。Et vous, ça ne voulait pas tant que les États-Unis. Tu as l'air de manger comme ça. Hein? Tu aimes ce qu'on a. Oui. Allez. Peut-être, peut-être professionnel. このねおばさんはねもう小さい時からねもう学校入る前からここで働いてるそうです。でだいたいここの塩ができるまで1週間かかって水が全部蒸発するまで乾かすそうですこれねちょうど雨季の時にはやっぱり難しいそうで、寒気だと1週間ぐらいでできるんだけど、雨季だと2週間とか10日で、やっぱりクオリティ質も違うそうです。であんまり雨がずっと続くようだと閉めちゃうって。溜めてある水、加工から出てきた溜めてある水をこの竹に全部入れて、でまあ日に当てて乾かす。1週間でだいたい乾く、寒気はね、うん、でその作業の繰り返し。このね、工程はだいたい2週間に2回だから、まあ半分とか、ん、交代で1週間で乾くものをこう2週間に2回やるそうです。で、朝7時にこれを開けて、夕方の3時か4時まで乾かす。で、この上に全部もう夕方になったら3時か4時に閉めてしまって、また朝7時に開けて日に乾かすそうです。大変なプロセスだね。3回。こうやって毎日水をたくさん。いい水だ。いい水だ。で、いい水がスクリーン。もうこういう状態になったら、3回以上だね。もうやったら、もうあとは乾くまで待つんだって。でもその前はこうやって、毎日こう入れる。で、これを使って、叩くそうです、この塩を。で、これは
3回のプロセスを毎日お水を足して最終的には乾くまで。この下にね、水溜めがあって、それが向こうにある河口から流れてきてここに来ている。でその水はだからこうやってもう塩がものすごい含まれているので、こうやって出す。だからこの辺の井戸はね、全部塩含んでる。でこれただ普通に置いといた状態でこんなになってる。シニ、gimana berat? Berat. Berat. Sambil komentar. Gani ne, omoku te ne, de kekko taihen, jurodo. Sudah. Shuryo. Ah, kekko taihen, kore omoi shi.Suruh nginep sini. Sudah. Hai hai, kore. Kono ne kumiageta toki ga ne omoi. Kore ga ne. Yo. Yo. Yo, kore ga omoi. Wow.このおじさんも小さい時からずっとこれを毎日やってるんだって。だ大変だよね。スブンタールアシスタシニアジェシニーミニトラヒルパー。今乾季が始まったばっかりだからまだこの辺までなんだけど、あ、なんかもう乾季本当に入ると全部この辺りも全部こう乾いた塩が含まれてるからね、乾いた状態になる。であそこが河口なんだけど、昔はね3メートルぐらい湧き上がってたんだって。でも今はねちょっと小さくなっちゃってこのぐらいだって。すごいね、すごい迫力。ちょっとね、さっき河口のそばまで近寄ったらね、もう地面がちょっとグラグラして危なかったんで戻ってきました。で今日はもう夕方になってきたし暑いので今日はこれでおしまい。で明日、カリムンジャワ、ちょっとねそれはねジュパラという港から船に乗ってくる。ちょっとね楽しみ、すっごい海が綺麗なんだ。じゃあね行ってきます。